皆さんどうもこんばんは。今日は皆様お忙しい中、わざわざ豊洲に来ていただきまして、第72回のワイラグカーネル読書会およびともよりナックスナイトにお越しいただいてどうもありがとうございました。短い時間なんですけれども、できるだけせっかく来ていただいてよかったと言っていただけるような内容にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。申し遅れましたけど、私ともよりナックスプロジェクトのリーダーやってます原田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、今日のタイムスケジュールですけれども、18時半に予定通り開始しまして、終わりは19時50分となってます。で、内容なんですけれども、最初に私の方でご挨拶とメンバー紹介を行います。で、その後ともよりナックスの機能紹介とデモ、それから LSM の壁、ともよりナックス管理マネージャーで、ここに書いています原田、武田、半田、平坂っていう4名がともよりナックスのプロジェクトページにメンバーとして登録されている内容で、今日はその全員が話すという場にしました。そこで開発者が語るという名前にしてます。それでは早速始めたいと思いますけれど、じゃあメンバーの方ちょっと紹介しますので、最初に来ましたのが、明るいところの方がいいですね、武田と申しまして、一番このメンバーの中の若手になります。で、彼はともよりナックス 1.3.1 の機能紹介とデモを行います。もしこの中でともよりナックス実際に見たことがない方があれば、ともよりナックスとはどういうものかというのをそこで簡単に紹介します。で、2人目は、半田でして、 LSM の壁とい もうタイトルがいきなり濃いんですけど、で、半田、よくメーリングリストで熊猫って書いてるのは半田のことで、半田だからパンダで、パンダは中国で熊猫ということで、一見おとなしいんですけど大変危険なのでちょっと気をつけていただければと思います。で、実はこのプロジェクトを最初起こした時、私と半田の2人しかいなくて、2003年の4月だったんですが、それからかれこれ4年ですか、最初この2人で立ち上げたプロジェクトで、今日までなんとか続いています。はい、で、その次平坂の方です。平坂の方はともよりナックス管理マネージャーということで、これは本舗初公開というか、こういう形でご紹介するのは初めてなんですけど、GUI がないんじゃないかってずっと言われてたんですけど、ともよりナックスは別に GUI 作れますので、それをご紹介したいと思ってます。だいたい1人20分から30分の持ち時間です。で、時間が非常にタイトですので申し訳ないんですが、ちょっと質問の時間は取れません。で、それについては後日メール、あるいはですね、二次会ここで書いてますけれども、午後8時から終わってすぐ移動してフロントの豊洲店という、ここから5分ぐらいのところです。で、皆さんご案内しますので、飲み放題で4000円で、事前に申し込んでない方でも参加したいという方があればぜひご参加いただければと思います。で、もちろんプロジェクトメンバー全員参加しますので、質問いくらいただいても結構です。以上です。それでは早速1人目の話から始めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では、先ほどご紹介に預かりました武田です。ともよりナックスプロジェクトの武田です。今日はともよのことを初めてご覧になる方もいらっしゃると思いますので、簡単な機能紹介と、あとはデモを2つほどお見せしたいと思います。よろしくお願いします。さて、まずともよっては何ぞやというところからもちろん入っていきます。一言で言うならば、 NTT データによって開発されたセキュリティ強化 Linux の一つです。セキュア OS という日本語がよく使われています。有名なものとしては他に SE Linux であるとか RIDS であるとか AppArmor というものがあります。それで、プロジェクト開始当初からずっとキャッチフレーズというか、こういうものを目標にしていこうというものがありまして、それが使いこなせて安全な Linux で、実際に、どういうふうに実装されているかというか、セキュリティ強化 Linux っていうものは基本的にルート権限であってもできることを制限するというものです。それの実装方法には、いろんな方法があるんですけれども、実装方法としてはカーネルパッチとツール群から構成されています。ソースフォージのページにも今公開されているものはドキュメントと、あとはカーネルパッチおよびツール群です。これらをダウンロードしていただいて、パッチを当ててカーネルをコンパイルして再起動するというのが、ともよを使うためのインストールのための基本的な手順になっております。詳細な導入手順書というのはウェブ上にアップされてますので、ぜひご自分でお試しになってください。で、対応している自治トリビューションなんですけれども、だいたいメジャーなところは対応しているということを言っておきます。で、カーネルパッチであり、Linux セキュリティモジュール LSM とよく略されるんですけれども、これには対応、これを使っているわけではありません。この話はおそらく LSM の壁ということで、かなりディープな話がなされると思うので、ご期待のほどを。
で、公開されたのが2005年11月11日より GPL で公開してあります。最新バージョンは 1.3.1 です。さて、トモエはどういう特徴を持っているんでしょうか。セキュア OS の、区別する分類する言葉としてパス名ベースとラベル名ベースというものがあります。その2つのうちトモエは、パス名ベースというものを取っています。パス名ベースというのはその名の通り、プログラムやアクセス対象のファイルというのを、スラッシュから始まる絶対パスで表記するためにポリシーが非常に読みやすいということが挙げられます。またもう一つ大きな特徴としましては、ポリシーの自動学習というものがあります。トモエを学習モードにして実際に操作してあげることで自動的にポリシーを生成することができます。セキュア OS を使うにあたって一番のネックとなるのが、ポリシーを作るのが難しいということがあるんですけれども、自動学習によって簡単にポリシーのひな型を作ることができるのがトモエの特徴です。そして3つ目、階層的なドメイン。これは実際に次のページでポリシーを見ていただくんですけれども、それを見ていただければすぐ分かります。プロセスの実行のたびにドメイン遷移というものを起こします。トモエにおいては、すべてのプロセスはいずれかのドメインというものに属します。そのドメインが階層構造をとっているというのがトモエの特徴です。言うなれば PS3 で見えるプロセスツリー、ああいうものが、ドメイン遷移構造に対応するというふうに思っていただければイメージがつかみやすいと思います。さて、これが、トモエ Linux のポリシーです。緑色の枠で囲ってあるところが実際のポリシーでして、下のブルーのところがそのポリシーを読み下したものです。見ていただいたら大体分かる通り、絶対パスでそのまま表記していますので、ポリシーから何をやっているのかっていうのが想像しやすいものになっております。上の方にちょっとイコールプラスプラスかける N とかいうのが書いてありますけども、トモエ Linux のポリシーというのはドメインと制御モードとアクセス許可というもののセットを N 回、1回以上繰り返したものというふうに定義できます。で、先ほど申し上げた通り、トモエ Linux を導入したシステム上では、全てのプロセスはいずれか一つのドメインに所属します。そして、アクセス許可に記述されていないアクセスは制御モードに応じて許可されたり学習されたり拒否されたりします。この緑色の部分を読み下しますと、一番上の行がまずドメインです。2行目がユーズプロファイルって書いてありますが、これが制御モードです。そして、4行目以降241と書いてある行がアクセス許可です。読み下しますと、エトセの RCD、initd、httpd から起動された SBIN のイニットログに関しては、デブヌルへの書き込みおよびinit log conf への読み込みおよびユーザー SBIN HTTP の実行という許可を与えます。で、このユーズプロファイル3というところ、この3という数字が今回の場合は強制モードを表してまして、この数字を1にすると、アクセス許可にない、アクセス許可のリストにないアクセスをポリシーに自動的に追加したり、このプロファイルを2にしてあげると、許可はしない、拒否はしないけれどもログを出すというふうな、そういうモード制御ができます。こういうふうにドメインと制御モードとアクセス許可が並んだもの、そしてこれに従ってアクセスを許可したり学習したり拒否したりする、そういう操作がトモエ Linux のポリシーに基づいたアクセス制御というものです。さて、せっかくのカーネル読書会なので、どうやってるのかっていうのをちょっとだけ触れたいと思います。先ほどExecVE のたびに、プログラムの実行ごとにドメイン遷移するということをちらっと申し上げたんですけども、その通り ExecVE、システムコールである ExecVE にフックをかけています。そして、各プロセスには自ドメインの情報というのを持たせてあります。これは、タスク構造体というものにドメイン情報を保存する、エントリーを追加してあります。各プロセスの自ドメインの情報を ExecVE のたびに更新することによって、各プロセスがどのドメインに所属するかというのを覚えています。そして、ExecVE をフックすることによって、自分がそのプロセスがどのドメインに所属するかというのが分かりますので、そこで例えば、オープン、SysOpen、システムコールのオープンをフックしてあります。
そのオープン時に、ファイルを開いていいかというのをポリシーから参照します。そして、ポリシーからチェックしてあげてアクセス拒否するならばマイナス EPUM を返すことによってプロンプトにはおそらくパーミッションディナイドアクセスが拒否されましたというのが出るというのが基本的な仕組みです。execve のフックとオープンのフックだけをここでは取り上げてますけれども、オープンの他にも例えばケイパビリティであるとかネットワークであるとかそういったシステムコールもフックしており、アクセス制御を行うことができます。もちろんその通りのポリシーを書いてあげて、そのポリシーの通りにアクセス制御を行うことができます。さて、では実際にともえ Linux の動きというのをこれから2つのデモでお示しいたします。1つ目のデモ、基本中の基本です。ともえ Linux の学習させて強制モードにして学習させた操作以外できなくなるよというのを実際にお見せします。ただ基本中の基本なんですけれども、これができればほとんどともえを理解するしたのと同じようなものです。実際に今から、お見せいたします。よっ、今どういう状況かと言いますと、ルートアットセントスというのが見えると思います。今セントス側の、GNOME 端末を立ち上げている状態です。そしてもう一台バーチャルマシンが動いておりまして、名前がサージです。もちろん、デビアンのサージが入っているからサージという安直な名前なんですが、そちら側に今から SSH でログインします。あ、その前にそうですね、これをもっと見せるべきでした。実際にこのこれらの操作を学習モードにして学習してその後強制モードにするっていうのをやります。さて話を戻しまして、セントス側からサージの方に SSH でログインします。そしてトモヨが入っているのはこのセントスではなくてサージ側の方に入っています。ということで今からルートアットサージというふうに入ります。これで今ともえ Linux が入っているマシンに SSH でログインができました。さて、今プロンプトに PF と LV という値を表示しています。ここを注目しながらデモを見ていただきたいと思います。 PF というのは先ほどユーズプロファイルの3とか1とかいうふうに述べたんですけども、その値でして、今回の場合0が今ともえ Linux による制御を無効にしている普通の Linux と同じようなモードです。で、この PF が1になった場合というのは学習モードになってます。で、PF イコール2というのは確認モードで今回は使えません。で、PF イコール3の場合というのは強制モードで、今回は PF イコール1の状態で行った操作以外は PF イコール3では拒否されるというのを実際にお見せします。で、LV イコール1というのはシェルのレベルを表していまして、今、ログインシェルのためにレベルが1です。これからさらにシェルを起動すると2、3というふうにシェルが何段階起動されたのかというのを表します。これはともえ Linux のドメイン構造を表すドメイン構造を理解するの補助に使っていただければいいと思います。さて実際にでは今から学習モードにしてみます。今プロンプトの色が青く変わりました。で、 PF イコール1になったっていうのが分かると思います。これがすなわち今学習モードだよというところです。この状態で、先ほど、スライドの方でお見せしました操作を行っています。 ID date で、もう一回シェルを起動してあげて、今度はテイルでこんな感じ。さて今青い部分のプロンプトがここまで進んできました。この状態で強制モードに今しました。一番下のところに PF が3になった、そしてプロンプトが赤くなったっていうのが見ていただけると思います。この状態では先ほど青いプロンプトの方で操作した内容は許可されます。例えば ID はさっき学習させました。 Date も学習させました。ヘッドも学習させたからできます。しかし LS は学習させてないので拒否されます。もちろんこういう悪いことをしようとしても許可されていない、
パーミッションディナイドになります。というふうに先ほど青い部分学習モードにした操作以外は全て拒否されるということが分かります。またここでヘッドの3のエトセのパスワードっていうのを見せたんですけども、ヘッドの実行自体は許可されているんですけども、シャドウを読み込むことはヘッドには許可されていません。そのためこういうふうなヘッドのマイナス3エトセのシャドウというのは拒否されます。一方このテイルのマイナス3のエトセの、パスワード、これは実際に先ほど学習させた操作ですけれども、この状態では許可されません。なぜかというと、もう一段階シェルを起動した状態で学習させたという、保管を学習させるのを忘れてましたが保管にもちょっとファイルを読み込むようで、で、先ほど、レベルイコール2の時に学習させたテイルっていうのは実際に許可されます。ただしこっちのテイルでもシャドウの読み込みは許可していなかったので、これは拒否されます。またもう一段階上のシェルでは許可していたヘッドの実行も、ドメインが異なるために拒否されるということがわかります。実際にこれがどういうポリシーで行われ、どういうポリシーが学習によって生成されたのかというのを今からもろの名前ですけどバックドアを使ってお見せいたします。これがトモイ Linux のポリシーです。カーネルレベルから実際にドメイン、プロセスのエクセク VE のたびにドメインが遷移してやって、こういうふうな機構造を成しています。今、58行からが SSH から、どういうドメイン遷移が行われたのかっていうのを表しています。ここで、例えば SSH から、僕は Z シェルがセクなんでログインシェルも Z シェルにしてるんですが、 Z シェルから例えばデートが学習されましたのでデートが許可されています。で、この辺、この下の方ですね、 ID も学習させたので ID の実行も許可されてますし、ヘッドの実行も許可されています。で、この65行目にカーソルを合わせる状態でエンターを押しますと、このカーネルユーザー S bin SSHD bin Z シェル bin ユーザー bin ヘッドというドメインにどういうアクセス許可が、登録されているかっていうのが見えまして、ここには4番読み込み、エトセのパスワードの読み込みというのが許可されていることがわかります。またここでも同じように、これは SSHD Z シェル Z シェルユーザー bin テイルですの中にはエトセのパスワードの読み込みというのが許可されています。こういうふうに実際に行った操作に従って自動的にポリシーを生成できるというのがトモイ Linux の大きな強みの一つです。さて、一つ目のデモはこれでおしまいでして、スライドに戻りましょう。一つ目のおさらいをしておきましょう。実際に行った操作に従って、ポリシーが生成されます。で、ポイントとしましては、ログインシェルの Z シェルとその後に起動した Z シェルっていうのはドメインが異なるということです。ここに図で示しているんですけども、SSHD から起動されたログインシェルの Z シェル、ここには例えば ID の実行であるとか、Date の実行、Head の実行とかが許可されています。そこからさらに Z シェルの実行が許可されていますので、この1番 Z シェルの実行を行いますと、さらにドメイン遷移して、このドメインの名前の最後に Z シェルというのが追加されます。その状態でさらにテイルの実行を覚えさせましたので、テイルの実行が行われると、さらにユーザー bin のテイルっていうのが末尾に追加されて、このドメインに対してはエトセのパスワードの読み込みを許可する。こういうふうに次々と階層構造にドメインが遷移していって、それぞれに対してアクセス許可が学習されるというのがトモイ Linux の基本であり、ある意味全てであります。さて、一つ目のデモは学習から強制という流れをお見せしたんですけれども、二つ目のデモではこの階層構造のドメインを使って面白いことができるよというのをお示しします。 SE Linux の言葉で言うならば RBAC ということになるんでしょうけれども、管理者の権限分割というのをやっています。管理者の役割、ルート権限さえ持っていれば何にでもできるというわけではなくて、ルート権限を持っていても一部のことしかできない、しかも、明確に目的を設定された管理者がを設定します。一つ目の管理者はメールサーバーの管理者、二つ目の管理者はウェブサーバーの管理者というものです。
それらに関してと、それぞれには、設定ファイルの編集であるとか、そのサーバープログラムの再起動のみを認めるというポリシーをすでに作成してあります。で、ルートとしてログインした後、異なる追加認証を抜けることで異なる役割に遷移するという状況を実際にお見せします。さて、ではもう一度 VM に戻ります。今からちょっとコンソールの方からポリシーを切り替えます。ああ、間違った。これでポリシー切り替え終了です。一度友よ側からログアウトしておきました。この状態で先ほどと同じように入ります。先ほどはログインした瞬間は PF イコール0無効モードにしてあったんですけれども、今回はすでにポリシーを作成してあって強制モードで動いております。そのため PF イコール3すなわちで、プロンプトが赤くなってます。この状態では例えば私は誰ですかというのはとりあえず許可しておきました。事前に。ただし LS とは許可されていません。 PS とかも FU とかもダメです。もちろん悪いことをしようとしてもダメです。ポストフィックスを止めてくださいとか言ってもダメです。この状態ではほとんど何もできないようにポリシーを作ってあるんですけれども、2つだけできることを今用意してあります。色気のない名前ですが OAuth1、 これを実行しますとパスワードの入力が求められます。ここでパスワードを入れないと次には進めないんですが、これは一体どこに来ているかといえば、あらかじめ設定しておいた、これは古いやつですね、あらかじめ設定しておいたメールアドレスにワンタイムパスワードが送れるように設定してあります。これは OAuth1 の実行によって裏側でメールを送ってあげて、そのメールの内容に書かれたパスワードを入力しないと次には通さないよという認証プログラムです。これを入れることで今抜けました。で、LV イコール2になったっていうのが分かると思います。すなわちこれはログインシェルから1段階シェルが進んだところ、ドメインがログインシェルとは変わってるというところに注目してください。この状態では基本的な操作はできるようになっています。で、この状態ではメールサーバーの管理者という設定でポストフィックスを止めたり 再起動したりができます。ただし、あくまでこのシェルは、ポストフィックスの管理者ですので、アパッチを止めようとしたら怒られますというふうに、もちろんシャットダウンとかも拒否されますね。というふうに限定された管理者っていうのを設けることができます。一旦ここから抜けまして、次は OAuth2 というのを実行します。これは同じく、パスワード入力を求められるんですけれども、初めに言ってしまうとこれはパスワードはパスです。でもゆっくり入力しないとダメなんです。こういう、まあ実際にこの OAuth1 OAuth2 というのは友よのツールとして配布してはいるんですけども、どういうふうに設計することもできるわけですね。認証をかけたいように、しかも多段階に何段階でも好きなだけ設計者が、認証をかけることができます。しかもその認証方法は、まあ、自由に設計できる。それはトモイリナックスの、階層的なドメインというのを利用しているからです。この OAuth2 を抜けた状態ではご想像の通りアパッチの再起動ができます。でもポストフィックスを止めようとするとやっぱり怒られます。先ほどの OAuth1 を抜けたドメインではポストフィックスの起動スクリプトの実行許可を与えてありますが、 OAuth2 を抜けた状態では、アパッチの起動スクリプトの実行許可しか与えていません。そのために、アパッチはできるけれどもポストフィックスはできないという状態を実現しています。この状態で、せっかくウェブサーバーの管理者なので、こういうウェブコンテンツを編集することもできますよというのをお見せ更新しますと
先ほど書いた内容が出ますと。さて、ちょっとポリシーとしては複雑にはなるんですけども、絵にするとすごく簡単です。ドメインが階層構造をとっているので、ログインシェルである Z シェルからOAuth1 と OAuth2 の実行許可をどうか与えてあげて、OAuth1 がある意味、ゲートになってます。OAuth1 の認証を抜けた場合は、Z シェル、OAuth1、Z シェル。ここのドメインにはメールサーバー管理関連のアクセスのみを許可しておきます。で、OAuth2 を抜けたところのこの Z シェル、bin の OAuth2、bin の Z シェル。ここにはウェブサーバー管理関連のアクセスのみを許可しておくことで、限定された管理者というのが実現できます。これをすることによって、まあ、管理業務の一部委託というのが可能になるわけですね。もうちょっと具体的にポリシーを書き下すとこんな感じになります。実際にポリシーをお見せしてもいいんですが、ちょっとややこしいです。Z シェルから OAuth1 と OAuth2 の実行許可が与えられてます。で、OAuth1 には、OAuth1 から起動された Z シェルには、VI、設定ファイルを編集するために VI の実行許可であるとか、Postfix の起動スクリプトの実行許可、OAuth2 から起動された Z シェルには同じく VI とか、今度は Apache の起動スクリプトの実行許可を与えておきます。実際にポリシーをお見せいたしましょう。よいしょ。例によってバックドアからこの辺ですね。また SSHD から先ですが、SSHD から起動されたログインシェルである Z シェルが59行目で、そこからは OAuth1 と OAuth2 の実行のみが許可されています。 ID も許可しておきましたね。で、OAuth1 からこの OAuth1 というのはメールを送るプログラムが中に書いてありますので、実際にこうセンドメールの許可が与えてあって、で、OAuth1 から実行される Z シェル、これが、メールサーバーの管理者のシェルです。ドメインとしては左側が切れてますが、ユーザー SBIN SSHD Z シェル OAuth1 Z シェル、 OAuth1 を抜けたシェルという意味です。この中には、Postfix のスクリプトであるとか VI の実行とかが認められています。で、OAuth2 を抜けた OAuth2 は、単純に、打検タイミングを見ているだけなので、他のドメインは OAuth2 から行くのは Z シェルだけで、このシェルでは Apache の実行、Apache の実行スクリプトの許可を与えてあります。というように、階層構造のドメインを利用するとこういう面白いこともできるんだよという一例です。さて、これで2つのデモはおしまいです。これを見ていただいた皆さんは基本的に、まあ、トモヨの大部分は理解できたというか、ほとんどトモヨはこれで理解できたと言っても大丈夫なくらいです。それくらいトモヨはシンプルにできていますので、ぜひ皆さんの環境で試していただければ幸いです。で、終わりにということで、1.3.2、今 1.3.1 ですけれども、今日が8日で、2月14日、バレンタインデーに 1.3.2 がリリースされます。その時にはパス名をグループ化するマクロ機能であるとか、ドメイン遷移をさらに詳細に制御する機能というのが追加されます。また、先ほどのエディットポリシーというのが、すでにそういうものだったんですけども、ポリシーエディターが大幅に使いやすくなっていますので、ぜひ、1.3.1 を使ってらっしゃる方も、少なくともエディターぐらいは上げていただければすごく便利になっております。また、実装レベルの解説であるが実装レベルに興味がある方でした、ネットワークセキュリティエキスパート5というものがあります。ここにはトモヨ Linux の秘密という記事がありますので、ぜひご覧になってください。で、ソフトウェアデザイン、今年初めから連載が始まっております。トモヨ Linux の世界、使用方法、今日ご紹介した内容も盛り込まれております。トモヨ Linux の世界というものもあります。また、インターネット上の情報源は、まあ、ググっていただければ何もでも出るんですが、トモヨソースフォージ JP、 あとはメーリングリスト、トモヨユーザーズと最近トモヨデブというのもできました。また、あんまり知られてないですが、ウィキもあるのでぜひ書いていただければ幸いです。さて、以上で私武田の発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。冒頭紹介し忘れたんですけれども、今ご紹介している資料、3人分の資料すでにですね、ソースフォージ JP のトモヨプロジェクトのドキュメントのところに
PDF 掲載してますので、まあ、お帰りになられてからもご覧ください。では、これから2人目のスピーカー、半田の方に変わります。で、半田の方では、LSM を含み、その本当のトモヨリナックスコアの部分について説明をします。C リナックスメーリングリストを購読されている方であれば、おとといでしたっけ、VFS マウントだったかな、そこの LSM のフックを見直すっていう提案が出てるんですけど、まさにトモヨリナックスが LSM に移植できないところのネックのところが今変わろうかという話がちょうど出てるところです。本当にそんなリアルタイムで今まさに起こっているところを、ご紹介したいと思います。半田と申します。ちょっと今日はカーネル読者会ということで、まあ、どんな内容にどういうレベルにしようかちょっと迷ったんですけど、まあトモヨリナックスをなんで LSM 対応してないのって聞かれることが多いので、まあ、LSM に対応できない理由というのをちょっとまとめてみました。よろしくお願いします。まあ、トモヨリナックスの主な機能、これはまあ先ほどのありましたが、自動学習機能、少々お待ちください。自動学習機能を用いることで、本当に許可したい操作をするだけでポリシーが作れますと。またパス名でアクセス許可指定してますので、まあ、iNode というのを状態に関して心配する必要がありませんと。また保護する資源のや範囲を自由に設定できますと。またこれはその LSM を使ってないからできることなんですが、強制モードにおいてそのポリシー違反が発生しても直ちに拒否しないようにすることができます。そのポリシー違反が発生したときにその管理者に指示を仰いで管理者が判断すると、そういう使い方ができます。これはソフトウェアアップデート時とかに威力を発揮します。またアクセスログは、まあ、そのパス名で取得できますので管理者が分かりやすいというような点が挙げられます。で、まあ、そのセキュア OSではまあアクセス制御を強化しているわけですけど、根本的な違いがあります。 SE Linux や RIDS など、まあ、他 の、 セキュア OS というのはその何にアクセスするかというのを何にアクセスできるかというのを制限しています。それに対してトモヨリ Linux は何にではなくてどのようにというのを制限しています。先ほどドメイン遷移 の、 図とかをお見せしましたが、そのある資源にアクセスするまでにどのような経路を経てきたかと、それを重視しているわけです。で、この違いはそのままアクセス制御の方法にも現れてきます。LSM のパーミッションチェックは基本的にその資源に対して、まあ、資源の属性をチェックするという形になってます。それに対してトモヨリナックスの場合は資源にアクセスするまでの手順をチェックするという形になっています。ですから、まあ、そのトモヨリナックスによるパーミッションチェックというのはその資源へのアクセス経路を常に意識しています。ですので、まあ、どのようにアクセスされたかと、先ほどのデモでログインして追加認証を行ってできることを制限したとか、そういう、まあ、状態を重視しているわけです。状態というか経路を重視しているわけです。 で、ですから、まあ、どのようにというのをチェックするのは得意なんですが、逆にそのラベルというのを使ってないので、そのこの経路でアクセスされた資源は何だったのかと、それは分かりませんと。で、これとは反対に LSM は全く逆なんですね。これはファイルにラベルとか付与しますので、何にアクセスしたのか、最終的にどの資源にアクセスされたのかと、それは分かりますと。ですが、まあ、どのような経路を経てアクセスするに至ったかと、それは分からない場合がありますと。ですから、まあ、本当にトモヨのパーミッションチェックと LSM のパーミッションチェックは対極的なやり方をしています。で、まあ、パーミッションチェックの位置というのを、まあ、階層で表しますと、その LSM のパーミッションチェックの方がトモヨリナックスよりも奥深くで行われています。まずそのマウス出ない、ユーザー空間のアプリケーションが、まあ、パス名を使ってシステムコールを呼び出しますと。そうするとそのパス名を使ってトモヨリナックスによるチェックを行い、それからさらにその、まあ、iNode を使って LSM によるチェックが行われます。そして最終的に資源にアクセスされますと。
ですから、まずトモヨリナックスのチェックが行われ、その次に LSM のチェックが行われるという違いがあります。でこの時にトモヨリナックスが LSM を使ってない使えない理由というのがあるわけですが、それをこれからご紹介していきます。もうちょっとこれファイルアクセスを細かく書いた場合は、まずアプリケーションからパス名でシステムコールを呼び出しますと。でパス名を一度カーネルの中で D エントリーというのと VFS マウントというそういう構造体に変換します。カーネルの中ではそのパス名そのまま扱うことはできませんで、この D エントリーというのと VFS マウントとこういう情報に変換しなければそのファイルを扱うことができませんと。で、そこでその後で、この VFS 関数によるパーミッションチェック、これはその DAC のチェック、あの任意アクセス制御 DAC のチェックを行うためにその VFS 関数の中のそのパーミッションチェック部分だけを切り出したものなんですが、それを行いますと。でその次にそのトモヨリナックスのチェックを行いますと。でトモヨリナックスはそのシステムコールに渡されたパス名をそのまま使うのではなく、 D エントリーと VFS マウントに変換されたパス名をまた元のパス名に戻してその上でチェックします。これによって例えばそのドットドットとかシンボリックリンクとかそういう問題を回避しますと。でそれが終わったら、VFS 関数を呼び出して最後にその VFS 関数の中に LSM によるチェックが行われますと。でこの時にその VFS 関数というのにはその VFS マウントというのが渡されないんです。それが原因でその VFS 関数の中の LSM フックを利用できないというのがありますと。でこれが壁一つ目の壁なんですが、その VFS 関数とか LSM フックに渡すパラメータが足りないとか、あとフックしている箇所が足りないとかそういうのがありますと。その VFS マウントが取得できないとどうなるかと言いますと、ファイルに関するアクセス制御が不正確になってしまいます。Linux ではバインドマウントという機能がありまして、一つのパーティションを複数のディレクトリにマウントすることができます。でそういう状況下ではその VFS マウントというのがないとどっちのパス名を要求されたのかというのが区別できません。でそのアップアーマーは LSM 使ってやってるわけですが、その VFS マウントの情報をその取れないもんですからちょっと不正確になっています。またケーパビリティもその、Linux では POSIX ケーパビリティなんで種類が少なくてその詳細なアクセス制御には向いていませんと。あとネットワーク受信時のアクセス制御のためのフックがありませんと。このような問題がありますと。ファイルに対するチェック方式の違いとして、LSM のパーミッションチェックは原則として D エントリーもしくは D エントリーからアクセス可能な I ノードに対して行いますと。で、オープン操作にはその VFS マウントが渡されるんですが、それ以外の例えば MakeDIR とかそういう操作にはVFS マウントパラメータが渡されません。ですからその VFS マウントが渡されないとパス名を逆算できないというのがありますと。でこれはそれに対しトモヨリナックスはその VFS 関数を呼び出す前にチェックしてますので、常にその D エントリーと VFS マウントを入手できる状態にありますと。これによってパス名を逆算できますと。ただし自前でフックをかける必要があるという欠点がありますと。でここでアップアーマーの場合なんですが、アップアーマーは LSM を使ってチェックしています。ですからオープン操作ではアプリケーションが要求した通りのパス名をチェックするんですが、オープン以外の操作例えば MakeDIR とかではそのバインドマウントされているときはどっちのパス名を要求したのかそれが分からないものですから、その要求したのとは異なるパス名でチェックを行ってしまうという危険性がありますと。で どのような場合に問題が発生すると、バインドマウントしてない場合は問題ないんです。ですがバインドマウントをしている場合には問題が発生します。これは そういうディストリビューションがあるかというと、実際あります。バインドマウントしているディストリビューションはありますと。で、バインドマウントというのは一つのパーティションを複数のディレクトリにマウントするわけですから、内容は同じといえば同じなんです。ですから内容が同じだからどんな経路でアクセスしようといいんじゃないのっていう考え方もあります。しかしそれと同時にそのポリシーで書かれた経路以外でのアクセスも認めてしまうと、それはちょっと嫌だなと、そういう考え方もありますと。で、トモヨリナックスの場合は LSM 使ってないので常にアプリケーションが要求した通りのパス名でチェックしています。で、LSM に対応しようとすると、アップアーマーのようにそのバインドマウント、アップアーマーはその、バインドマウントされている状況下ではその全ての
起こりうるパス名を計算して一つでも許可されていればそれで許可するという方針でいますと。ですから、アップアーマーのようにその取りうるパス名のうち1個でも一致すれば OK というふうにするか、あるいはその取りうるパス名すべてに対して許可がなければアウトというふうにするかと、そういうふうなどっちにするか決めなきゃいけないという問題があります。で、パス名ベースのアクセス制御を行うには、LSM フックに VFS マウントの情報を渡してもらう必要がありますと。でもそれ以前にその、VFS 関数が VFS マウントの情報を受け取ってくれなければいけませんと。しかしそもそも VFS 関数はマウントポイントをまたぐ処理は行いませんので、今までその VFS マウントの情報を受け取ったことはありませんと、受け取る必要がありませんでしたと。ただそのアップアーマーとかトモエリナックスとかそういうパス名ベースのアクセス制御を行う場合には、その VFS 関数が VFS マウントの情報を受け取ってくれた方がいいわけです。で、そのこれを受け取ってもらうようにするには、そのファイルシステム周りのカーネル開発者を説得する必要があるんですけど、その問題だとは思いつつもちょっとそこまで労力割けませんでした。で、ファイルはとりあえずそこまでで、次ケーパビリティの方なんですが、 LSM で扱っているケーパビリティはポジックスケーパビリティですので、その詳細なアクセス制御には向きません。それに対しトモエリナックスでは独自のケーパビリティを使っています。そんなん導入していいのかっていうのがありますけど、ユーザーランドのアプリケーションが独自ケーパビリティを知らずとも動作できるのであれば、別にいいんじゃないのっていうふうに考えています。で、あとそのノーベル社も独自のケーパビリティを検討しているとかいう話があります。その後どうなっているのかちょっと知りません。で、その LSM に移植する際の問題点としてケーパビリティについては、粒度が粗いというので、本当にともえでチェックできる範囲が限られてしまいます。ともえはその独自のケーパビリティを使って詳細にチェックできているんですが、その LSM のフックを使うと、その粒度がポジックスにまで落ちてしまいますので、大幅な縮体が起きてしまいます。また、そのともえ Linux がチェックしている箇所から、そのケーパビリティチェックが呼ばれているとは限りません。実際にちょっと移植したらどんな感じになるかっていうのを、武田さんなんですけど調べてみたら、本当に数種類しかできないと。で、あとその粒度の問題だけでなくて、その配達制御の問題もあって、トモエの使い勝手にも影響が出ますと。それでちょっと少し待って、ネットワークに対するチェック方式の違いとしては、 LSM でのチェックは受信前に行いますと。それはその受信していいかどうかっていうのを制御するためです。それに対してトモエ Linux のチェックは受信後に行っています。そのチェック内容というのは、送信者のアドレスやポート番号をチェックして許可されてない場合はそのパケットを破棄すると、そのようなアクセス制御を行っています。それによって簡単な IP テーブルみたいなことができるようになっています。このネットワークのアクセス制御LSM に移植する際はどうなるかというと、受信系のチェックが行えないので、パケットフィルタリングはちょっと難しくなりますと。送信系のチェックはできるんですけど、送信だけしかチェックできないっていうのはちょっと中途半端だなというのがありますと。で、先ほどケーパビリティの方で配達制御の問題というのがありましたが、これを説明しますと。LSM に対応するためのもう一つの壁というのは、その配達制御に起因しますと。そのスピンロックっていうのを配達制御の方法なんですが、これをかけている間はそのスリープすることができません。ですから、その先ほど最初のページでお見せした、強制モードにおいて対話的に許可すると、そういう機能が使えなくなってしまいます。またそのケーパビリティやシグナルの送信許可をチェックする際にスリープできないと、これはスピンロックだからです。で、どういうふうに違うかというと、システムコールが呼ばれて、まずトモエ Linux によるチェックが行われますと。それから資源をロックしますと。この時にそのセマフォでしたらいいんですけど、スピンロックを使われてしまうと、その次に行われる LSM によるチェックの中でスリープすることができませんと。そうするといろいろトモエにとってはその使い勝手が落ちてしまうということがありますと。で、ちょっとその例を実際にソースコードでお見せしますと、
これはそのシグナルを送るシステムコールですが、シスキルでシステムコール入りますと、その後そのまず最初にともえのケイパビリティチェックを行いますと、でその次にそのシグナルの送信許可をチェックしますと、でその次にキルサムスイングインフォっていう関数が呼ばれまして、その中でタスクリストロックという、それもタスクリストっていうのはプロセスの一覧です。それをその読み込みのためにスピンロックをかけるという処理をやりますと。これがでその中で実際に LSM のフックとかが呼ばれますが、ちょっとここは今省略してます。トモエリナックスによるチェックはタスクリストロックを保持する前に呼ばれます。ですからスリープしても構いませんと。ただそのスリープしている間にその本来送ろうとしてたプロセスが入れ替わってしまうんじゃないかっていう可能性はありますと。でもそれはそのトモヤがなくても、そのユーザーランドのプログラムがプロセス ID を見つけてから実際にシグナルを送るまでの間に起こり得ることなんです。ですからその時間が短いか若干長くなるかの違いだけしかありません。でそのトモヤ Linux はその送ろうとしている資源の属性ではなくて、どのような手順で送ろうとしているかというのをチェックしているわけです。で LSM の場合ですが、同じ関数です。キルサムシングインフォというのが呼ばれて、タスクリストロックというのを獲得しますと、その後、グループセンドシグインフォというのが呼ばれ、その中でチェックキルパーミッションというのが呼ばれますと。でその中でそのケイパビリティチェックが行われますと。ですがこの時にはすで、にタスクリストのロックを取得していますので、スリープしてはいけませんと。ですからその LSM のケイパブル関数の中でスリープしてはいけないというわけです。で同じ関数でシグナルの場合、これもタスクリストロックを獲得してから、グループセンドシグインフォチェックキルパーミッションとあって、でその中からセキュリティタスクキルという関数が呼ばれます。これがLSM のフックなんですが、やっぱりそのタスクリストを持ってますのでスリープしてはいけませんということです。でその LSM 対応するための壁というのは2種類ありまして、まずファイルアクセスに関してはパス名を逆算するために VFS マウントの情報を渡してもらう必要がありますと。でそのためには VFS 関数に渡すパラメータに VFS マウントパラメータを追加してもらう必要がありますと。であとそのトモヤシステムコールの割と入り口の方でチェックしてます。ですからその LSM のフックの数を増やしてもらわないと、ちょっとスピンロック取ってからの LSM 呼び出しではトモヤは対処できません。またケイパビリティチェックについては、ケイパビリティの種類を増やすか、あるいはケイパブル関数を呼び出し元でそのフックを追加してもらうかしないとできませんと。このような問題があります。で、あとメインラインに取り込むための壁というのは、そのトモヤはSBInitというのをカーネルが起動して SBInitが実行されると、その瞬間からアクセス制御を始めます。実際にアクセス制御を行うかどうかともかくとして、ドメイン遷移というのだけはその SBInitが開始した瞬間から行っていなければなりませんと。ですのでローダブルカーネルモジュールにしてロードするのではちょっと SBInit の実行時に間に合わない可能性がありますと。なのでビルトインにせざるを得ませんと。LSM にすることでそのフックをいくらか自分で書かなくて済むようになるっていうメリットはありますが、カーネルモジュールにすることはできませんと。またタスク構造体にそのトモヤがドメイン遷移を保持しておくためのポインターを、トモヤだけで占有可能なポインターを用意してもらう必要がありますと。でトモヤ Linux は LSM に対応する方が得なんだろうかっていうのがありまして、LSM に対応した場合はメリットとしてパッチの管理の手間が少しだけ楽になりますと。しかしデメリットがたくさんありますと。その LSM のフックを使って現在の LSM のフックではカーネルへの修正箇所をゼロにすることはできませんと。また LSM を使ってもカーネルモジュールにすることはできませんと。またVFS マウントの情報が足りないのでファイルに関するアクセス制御が正確に行えなくなってしまいますと。またケイパビリティやシグナルのチェック、これはそのスリープできないという制約によって行えなくなってしまいます。
ネットワーク受信時のチェックが行えない。これはフックがないためです。まあ、多ケーパビリティの流度が荒いなどなど、本当にまあ LSM 対応、まあ、してもちょっとメリットがどうかなっていうのがあるわけです。で、まあ、これがそのこの資料を書いたの一昨日なんですが、その一昨日ちょうどアップアーマー陣営がその VFS 関数と LSM フックに VFS マウントパラメータを渡すためのパッチを投稿しました。ちょうどまあアップアーマーも同じ問題を抱えていたんだと思います。このアドレスからたどります。で、もしこのパッチが採用された場合は、パス名でアクセス制御を行うアップアーマーやともよりナックスはそのパス名アクセス制御、例えばメイク DIR のアクセス制御を正確に行えるようになりますと。またそのアクセスログを取得するオーディット目的でもメリットがありますと。至る所でマウントポイントの情報が得られるようになれば、その、まあ、マウントポイント以下の部分的なパス名ではなくて、そのルートディレクトリからの完全なパス名を取得できるというメリットがありますと。で、まあ、本当に採用されますようにと願っていますと。以上です。どうもありがとうございました。それではですね、予定より若干早く進んでますけど、早く終了しましたら質問の時間取りますので3人目の方に行きます。3人目は冒頭ご紹介しましたように、平坂の方からともよりナックス管理マネージャーということでご紹介します。ともよりナックスは基本的にそのサーバーをですね管理するということで、 X とか GI デスクトップがない状態でも使えるということで考えてますので、ポリシーエディター含め全てカーソルターミナルでできるんですけれども、やっぱり GUI が欲しいという方がいます。で、それはこれからご説明しますけど、専用の GUI を作るためにともよ自体を改造することはなくて、要は SSH で接続すればそこでコマンドを入れてその結果を表示すれば何でもいいわけです。VB とかで自作もできるんですけど、今回 Eclipse のプラグインということでご紹介したいと思います。ともよ Linux プロジェクト、平坂と申します。よろしくお願いします。まあ、私の方の発表ですけども15分くらいですので、どうぞお付き合いください。で、私の方からですが、ともよ Linux 管理マネージャーというものを紹介します。一言で言いますと、これは GUI ツールです。 GUI でともよ Linux の管理とポリシーの管理を行うというものです。で、今回はその YLAG のカーネル読書会という場ですので、まあ、カーネルのことですとか噂に聞きますと、普段は GLBC の実装云々ということでお話しされているコアなところということですが、まあ、ちょっとGUI の話ですが、どうぞ気楽にご覧ください。で、まず最初にちょっと資料の方を使って、ともよ Linux 管理マネージャーについての概要と機能、あと動作の仕組みについてご紹介したいと思います。まず管理マネージャーですけれども、これはですね、ともよ Linux サーバーを GUI から操作します。で、機能としてポリシーの参照と作成で、状態監視、許可、拒否ログの監視を行います。で、操作方法ですが、リモートホストから接続をして操作を行います。 SSH、 現在は SSH 接続でサーバーとポリシーを操作します。で、プラットフォームですが、 Eclipse プラグインとして開発しております。で、 Eclipse ですので、 Java と Eclipse がある環境ですとどこでも動作します。つまり Windows からでの操作も、ともよ Linux だと Linux という制限がサーバーはありますが、管理については Windows からでもできるという構成になっております。で、動作の仕組みですが、まずはじめに右の上の方の黄色い四角の方をご覧になってください。一番はじめ武田さんの方からデモがありましたが、あのデモの部分はこの黄色い部分になっております。基本的にともよサーバーの内部で、もしくは外部からシェルで接続しまして、ともよカーネルに対して指示を与えるというものです。で、これに対して今回ご紹介するともよ Linux 管理マネージャーは、ローカルの中からもできるんですけれども、リモートのホストからですね、 SSH 接続、丸一番のところにありますように更新命令を出して、
で内部からシェルを経由してトムカーネルに対して更新命令を行います。でローカルで解析するデータが必要ですので、トムカーネルの中のポリシーをですねローカルに保存して、でそれをファイル転送によって管理するクライアント側に転送します。でこれをプラグインの中で内部的に解析しまして、これで GUI をで表現しております。でポイントなんですけれども、赤くなっておりますように CUI でのポリシー操作と同じことがリモートから GUI でできるということになります。で管理マネージャーの機能についてご紹介します。と ToDo メニューによる簡単操作とですね、トムヨ Linux というのは扱いやすくて安全というキャッチフレーズに基づいておりますので、それに従ってですねより簡単にできるようにということで、各画面に ToDo メニューというものを設けてあります。でいろいろと機能がありますけれども、その画面によって ToDo メニューを選択していただくことによって、まあ、大体やることはできると、目的のことがこういう ToDo メニューで達せられるというような構成を目指しております。で次にポリシーの解析と表示ができます。これは当然のことです。先ほど武田さんの方から紹介デモがありましたが、その中でエディットポリシーとエディターを使っておりました。まあ、これと同じものを GUI で、より分かりやすくグラフィカルに表現しております。で当然のことながら次にポリシーの更新変更ができます。で、まあ、プロファイルという言葉が次に出てきましたが、これは先ほど動作モードということで学習モードにしたり、あとは強制モードにしたりというプロファイルですが、という制御を行うプロファイルですが、これについてのメンテナンス性も確保しております。あとはサーバー状態の監視、でログの監視という機能も付加しております。で、ですね、最後にですね、デモを行うんですが、デモの内容についてご紹介します。管理マネージャー、これはクライアントホストになります。これフェドラコアなんですが、こちらからトムヨ Linux サーバー、CentOS 4.4で動作していますウェブサーバーのポリシーを作成します。でまずはですね、アパッチドメインというのをアパッチのポリシーを書くので、アパッチドメインの検索を GUI ツール上から行いまして、で学習を開始させます。アパッチドメインを学習モードに切り替えます。で次に学習を開始させます。でこの後許可する動作の学習をウェブサーバー上から、操作をウェブサーバーに対して、ブラウザーからアクセスしまして、許可するサイトについてアクセスを許可するサイトについての学習を行います。で学習が済みましたら学習を終了ということで、アパッチドメインを強制モードに切り替えます。で強制モードに切り替えました後は学習した部分についてはブラウザーによって閲覧が可能になります。でそれ以外の部分についてはアクセスができませんというところの動作確認をしたいと思います。でここまでの操作は管理マネージャーから操作してみます。少々お待ちください。今ここで表示している画面はクライアント管理マネージャー、トムヨ Linux 管理マネージャーが動作するクライアントのホストです。エクリプスから動作しますので、まずエクリプスを起動します。今ご覧の状態は、何もプロジェクトとかない状態ですね。クリーンな状態です。これからトムヨ Linux のプロジェクトを作成した上で作成から開始したいと思います。すいません、横からだとすごく見にくいので、よいしょ。ここではですね、プロジェクトの作成ウィザードに沿ってプロジェクトを作成していきます。ポリシーを構築する、ターゲットのサーバーの IP アドレスを入力します。
で SSH で接続しますので SSH の接続情報を入力します。で接続も確認できましたので次に進みます。で対象のプラットフォームを選択します。今はこれだけの、プラットフォームをサポートをしております。で今回はターゲットのサーバーが CentOS 4.4 ですので CentOS を選択します。でこちらの方は、サーバーの状況に合わせる設定変更ですので特に言及せず進みます。でこの辺は現状のちょっと作りの問題ですのでこれも飛ばします。でここでですね、デフォルトプロファイルの作成というウィザード画面に来ました。ここでは、先ほど武田さんからの発表もありましたけれども友用の動作モードというものがありまして動作モードの中ではここにディセーブルとあります無効モード、学習をする学習モード、パーミッシブ許可、これは動作を確認するときに使うモードです。で最後にエンフォーシング学習した状況ポリシーで強制するというプロファイルですね。これを、事前にインストールします。インストールができましたので進みます。で先ほど動作の仕組みでご説明しましたがローカルで動作いたしますのでローカル内にサーバーに保存してあるポリシー、あとは必要な情報をローカルにダウンロードいたします。ダウンロードが完了しました。それではプロジェクトを開始します。こちらが、ともよ Linux 管理マネージャーのメインの画面になります。画面構成としましては真ん中の部分で、後でいろいろとページが変わるんですけれどもここで主な情報が出てきます。あとはこちらのアウトラインというところでメインの画面の補足情報が出てまいります。でプロファイル、プロパティというこの部分でも補足情報が随時出てきます。でサーバーの状態はこの更新情報というところからここに詳しい情報が出てまいります。でここはですねポーリングした情報が出てきますので、ポーリングを開始させてみます。これでサーバーの状態の監視が開始されました。さてそれでは今回のデモですがアパッチのポリシーを作成するということですので早速進みたいと思います。でとですね、機能のところでご説明しましたが全てのページには ToDo という欄がありまして、ここら辺を扱うことによって大体目的のことが達成されます。でメインの画面からですがこれからですねポリシードメインを見ていきますのでドメインの編集を押して進みます。でこのようなページが出てきました。このページですが先ほど武田さんの方からですね発表がありましたポリシーエディターに準拠した構成になっております。まずここの部分でドメインというものがツリー階層で表示されます。でドメインに学習されたアクセス制御がこの右側のウィンドウに出てきます。で今の状態ですがいくつかのドメインはすでにあるのですがアクセス制御がここに0とあります。つまり何も学習されてない状態です。で今このように GUI で表示されてますがちょっとエディットポリシーと同じように実はどういうテキストなのかというのをご覧になってください。ドメインというのはいくつかありますがこの中でまだ一つもアクセス制御は学習されておりません。でこれからですね学習を始めるんですがまず、初めにちょっと遊び心も加えてですね動作モードに色をつけてみたいと思います。これだけツリーでドメインがあるんですが一体どのドメインが一体どういう動作モードでどういう状況なのかというのが分かりにくいものですからまず無効モードまだ学習はしていないよというものについては灰色でこれから学習モードに切り替えるドメインがありますのでそのドメインは青にしましょう。で最後強制モードで動作を確認するときに強制モードにを使いますので強制モードを赤く登録しておきます。で今ここで分かるように全てのドメインは無効モードで動作しております。でこれからアパッチのポリシーの学習を開始させます。でアパッチのドメインを選択してですねここのメニューから自動学習の開始を選択いたします。今サーバーに更新メールを出してダウンロードしてさらに再表示をかけました。
すると今ここでも分かりますようにアパッチドメインが学習モードになったということが分かります。しかしまだアクセス許可ということで学習結果ありません。で次にアパッチを再起動します。再起動しますとアパッチが再起動のシーケンスで行った動作について学習をします。再起動しました。そうするとここをご覧になってください。更新情報でドメインポリシーに196個の新しい学習結果があるということが出てきました。ですので学習結果をダウンロードして確認してみましょう。すると HTTP ドメインについてはこれだけの学習結果が学習されたということが分かります。でこれについてはですね Allow Create ということで PID ファイルのクリエイトが学習されたということが分かります。でこれからですね、サイトのアクセス許可するサイトの学習を開始するんですが、初めにこちらをご覧になってください。いろいろとアパッチのポリシーがですね学習されているんですが、バーログ www 配下にあるコンテンツに対してのアクセスが学習されておりません。これからアクセスしたサイトを学習する様子をご覧になってもらいたいと思います。今このブラウザーはトモヨサイトにのトモヨコンテンツについてアクセスをしております。今トップページをアクセスしました。で裏では学習されているはずです。でさらにいくつかのリンクをたどってみましょう。セントスの導入手順とペドラコアの導入手順、これについては今アクセスをして学習しました。するとですね、更新情報のところがさらにカウンターが増えております。ということなのでこの情報を参照してみます。先ほどちょっと説明し忘れましたが、この4手あるものがですねリードライト X のリードにあたりますということですので、ここでここで分かります。ちょっと細かいので、ご覧にならない方もいらっしゃるかと思いますが、これは、バー WWHTML 配下のトモヨのインデックスファイル、インデックス HTML を学習したということがここで分かります。さらにセントスのサイト、あとはフェドラコアのサイトについての、読み込みの許可が学習されたということが分かります。でこれで学習は終了です。で学習は終了しましたので動作モードをですね、今ここに青くなっております。学習中の動作モードを強制モードへ切り替えたいと思います。変更が完了しました。今度はこのドメインが赤くなっているのがご覧になれると思います。でこのドメインはですね、ここにプロファイル、エンフォーシング、強制モードとありますが、強制モードで今動作しております。それでは学習したサイトについてはアクセスできて、学習していないサイトについてはアクセスできないという様子をご覧になっていただきたいと思います。このブラウザーですが、履歴はキャッシュされないようになっております。で今トップページがご覧になれたと思います。さらにセントスのページとフェドラコアのページについては学習された通り閲覧できます。ただし他のページについては見ることができません。で、すごく簡単な例ですけれども、性的なウェブコンテンツに対しての学習を管理マネージャーからどのように行えるかというところを見ていただきました。私からは以上になります。3人話が終わりました。全く予想してなかったんですけど、予定時間より早く終わったのでこの時間を活用してですね、質問を受けたいと思います。どうぞどんなことでもご遠慮なく。何もありませんか？はい、どうぞ。かなりルールが多くなるように見受けられたんですが、はい、どのぐらいオーバーヘッドが現状であるのかって、
簡単に言うのは難しいと思うんですけど、具体で何かあるか。はい、オーバーヘッドの話ですが、ちょうど今測定を試しているところではあるんですが、結論から申し上げますと、はっきり言ってポリシーの量に比例します。ただし、ポリシーというのは先ほどの例ではパターン化の話は出てこなかったんですが、ある程度ワイルドカードを使うことによってパターン化するというのが常套手段というか、そのポリシーのチューニングというものが必要になります。でそれである程度絞ってやればかなり、ポリシーは少なくすることができて、それにつれてパフォーマンスは良くなっていくっていうのがあります。で、実際に数字を申し上げれるほど正確かは分からないんですが、ユニックスベンチで測定した場合なんですが、ポリシーがなしの場合っていうのが、およそ 3% 程度で、ポリシーをある程度チューニングしてあげて、パターン化ある程度ポリシーを絞った状態でやって 5% 程度というのが一つの目安になるかと思います。ただちょっと定量的に申し上げられるのは残念なんですが、実際体感できるほどの低下は出ないなというのは私どもずっと使ってて思っている状況です。これで答えになっておりますでしょうか。ありがとうございます。ポリシーのチューニングについてはですね、ソフトウェアデザインの連載の2月18日発売の号で特集してますので、ぜひ見てもらってください。ともよりナックスは、デフォルトでは全プロセスを分けるわけですよ。それを必要ないところではもうまとめてしまう、そういうのはチューニングにも入ってます。でドメインも自動では遷移しちゃうんですけど、遷移しないような設定っていうのも対応してますので、そちらも連載の方で解説しますので、ぜひご覧ください。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。状態遷移型のセキュリティチェックなんですよね。あるね、人面遷移型っていうのですよ。はい、そうです。ですね。はい。うまく入らないからいいんだけど。迎えに行きますんで。で、もう一個実装があるっていうのをちょっとごめんなさい、途中から来たんで。やりたいなっていうのはあるんですけど、このともよりナックス開発始めた当時は全然そういう、カーネルに関する知識とか全然なくて、相手にされなかったっていう相手にしてもらえないような状態でしたんで、これから今、だいぶカーネルに知識分かってきて、これから協力してやっていきたいなって考えているところです。でさっきなVFS バウンドのパッチが投稿された、はい、入るといいなっていう希望の思いでいらっしゃいましたが、はい、そのメールに対して何かコメントしました？はい、一応しましたが全然反応ありませんでした。そのともよりナックスの知名度が低くて全然反応ないです。これって発表ってどうしてましたっけ？外に打って出て発表するってやってましたっけ？そうですね、一応カーネルメーティングリストに投げてはみたんですけど、そうじゃなくてフェイス2フェイスミーティングとかそういうカンファレンスとかに、発表してました、ね。国内ではいろいろやってます。国内は意味がないから、ただ海外はまだありません。厳しいですね。いや厳しいじゃないです、それすごく重要なんですよ、はい。それで今後はその海外での発表とかできるように頑張ります。予定は予定はちょっとまだ確定してないんで言えません。ちょっと確定してないので、計画はしていますか？はい、計画はしてますが、少々お待ちください。質問って、そのトモヨリナックスの海外で、発表とかする予定とかについて。ですね、4月の17日にカリフォルニアで、組み込み系の国際会議があってですね、そこに紹介しようと応募してます。でもこれで落ちたら発表できないのはちょっと記録残っちゃうんですけど。オタワには行かないですか？オタワそれ僕は知る。オタワは今予定してないですね。多分その方がいいかもしれないと僕はむしろ思っている。というのもですね、12月8日に
組み込み系のジャンボリーっていうところで話をしたところで、そこで私お話ししたのは、あのメインラインにもちろん入れた方が楽です、パッチも作らなくて。ただメインラインに入れてしまうと要望とかなかなかすぐ対応できないし英語になっちゃいますよね。だったら日本でもっと使われた方がいいって話をしたら、いやいやそうじゃないだろうと、メインラインにぜひ入れてほしいと、そういう言葉をいただいたので、それから LSM を随分検討してるんですよ。でその時にその会議も紹介いただいてという流れになってます。多分自己紹介をした方がいいかもしれませんが、まあともかく私の少なくとも経験からすると、やっぱり 顔をちゃんと覚えてもらい活動を見せるっていうのは非常に重要なことなので、あのまあ発表枠が取れるかどうかはともかく、あのそういう会議にはあの投資だと思ってちゃんと行って、でその例えば VFS 周りの人とかいろんなメンテナーとかそういう人たちと仲良くなるご飯を食べるとか、まあ、そういうのも含めてですよ、はい、そういうのねあのないがしろにしちゃいけないんですよ。で、そうですね、基本的にコミュニティなのでそういうところをないがしろしないでちゃんとやっていくことが必要で、で運良くと言いますかオタの締め切りはまだ1週間あります。いいえ、伸びてるはずです。2月の17日のはずなので、なのであと1週間あります。で500ワードです。なのでとりあえず出して通ったら儲け物じゃないでいいんじゃないかと、むしろ思うぐらいで、ぜひ行っていただきたい。皆さんその辺どう思われますか。とにかくまあじゃあ今晩見てみます。というのがまあはい私からの希望です、あとはもう一つはですねネットワーク周り、まあ一応私の関係者のところですがネットフィルターじゃいけない理由は何でしょう。EV の方ですね。はい。どうもお世話になっております。まあ、そのネットフィルターでもいいんですが、そのトモエリナックスの場合はドメイン単位で制御できるという点が違います。そのこのドメインはあのこのアドレスのこのポートからのパケットを受信していいと。で、他のドメインはこのアドレスのこのポートからのパケットを受信していいと。ドメイン単位で指定できるところが、まあ、IP テーブルの単純な指定とは違います。ただ最近はリッチとかでもその IP ルート2とかそういうのを組み合わせてなんかいろいろ複雑なことをやってるようですが、まあトモエリナックスの場合は本当に構造がすごいシンプルで誰でも設定できるという点が違います。ドメインっていうのは多分聞いてなかっただけかもしれないけども、はい、どれぐらいの単位なんでしたっけ。ドメインというのはプログラムを実行するたびにあの変わります。ですからまあ1つ PID ぐらい、もうちょっと小さい。そうですね、まあ PID ぐらいですね、およそ。はい、はい、まあ一応まあ分かりました。はい、お見せしましょうか、そのネットワークのアクセス許可のサンプルを。時間があるのはっていうか質問が他にあるならその方が優先していただきたいですが。あ、じゃあ、次の質問がいいんですよ。あ、プロジェクターちょっと今落としちゃったんで次の質問があれば、はい、それは個別にこの後、はい、直接お見せします。いかがでしょうか、どなたでもどうぞご遠慮なく。どうぞ。これオリジナルは何を使われてて、オリジナルですが、それはどういうふうにどれくらいの改造されたか。オリジナルはもうバニラカーネルそのものです。でパッチのサイズとかはあのダウンロードのところ見れば分かりますけど、今何キロぐらいですかね。そんなに大きくないか。そのトモエリナックスはあんまりあの SE リナックス並みのチェックはしてないので、フックかけてる箇所はちっちゃいですし、パッチも結構ちっちゃいです。ちょっと正確な行数はちょっと今数えてないんですけど、本当に追っていける程度のサイズですので。パッチを当てたカーネルをですね、プロジェクトのページで LXR で見られるようになってますので、ここであのキーワードとかでも見たりすると。対応しているバージョンというのは2620も対応しているんですかね。はい、2620対応してます。あと24も
バリアパネルの場合は 2.4.30 以降と 2.6.11 以降を全部サポートしてます。それ以外に、まあ、そのディストリビューターレッドハットとかデビアンとかそういうのの、まあ、カーネルもいくつか対応してます。ただまあそのそういうの全部あの私一人でやってますんですごい大変ですのでそのお願いをしたちょっとお願いなんですが、もしそのカーネル の, あのソースコードを読める方とかでまあ、ここちょっとまずいんじゃないのとかそういうまあ、チェックにご協力いただける方がいらっしゃればちょっとともよデベロッパーズ用のメーリングリストありますのでご参加いただければ幸いです。お願いします。開発だけじゃなくてそのテストを協力してくれる方も大変歓迎してますので、特定のディストリビューションでも結構ですから見てあげようっていう方があればぜひお知らせください。あれですか、じゃあアップストアそう言うと思うんだよね。必ずそう言うと思うんだけど、必要があるならそれを全く変えないということはありえないはずなんだけど、それはだからそれは友達とっていうのもあっていつかするので、それだからちゃんと面と向かってこう俺たちがこれをやりたいこういうのが必要だっていうのをちゃんと説明することが必要なんですよ。だからそれが実はメーリングリストで必ずしもできないことで、会って話すことができたりすることがある。だから行くことは重要なんです。形として成果が出るかどうかはよく分かんないけど、それは後で聞いてる。わかりました。ありがとうございます。ぜひ入れてほしいよねっていうようなこう空気が漂ってるんで、まあ、ちょっと NTT データでやってるからっていうのが一つあるかもしれないですけど、他にはいかがでしょうか。まあ、ちょっとその、まあ、今までそのずっとその開発もテストも社内だけでやってたのは、まあ、まあ、そのまだその外部の協力してくれる人がまだ見つかってないっていうのもあるんですが、もう一つちょっとNTT データの制約として、まあ、その毎回ソースコードとか上げるたびに必ず決済取らなきゃいけないっていうのがありまして、それでまあそのあんまり頻繁にそのバージョンアップとかできないでいました。ですが、まあ、もしその社外からの開発に協力して社外から開発に協力していただける方が現れて、それでまあその一緒に開発したいとかそういう意見が集まってくれば、もしかしたらこの毎回毎回決済がいるんでそのサブバージョンとかそういうのを使った開発ができないと、そういう状況を改善できるかもしれません。実際ちょっとダメなんだ。ちょっとそれは厳しいっすね。なのでその外部からそのやりたいという声があればそれは変えられる可能性がありますので、要するに外圧が必要なんです。そうなんです。黒船、求む黒船。いやまあでも、そういうことか非常に微妙なところに入っちゃったんですけど、正直いいのかっていう。これがモザイクを。いやでもね、そのすごい問題提起でね、日本の大手の企業がバザールモデルにその本当にコミットするとしたらば、そういう問題を解決しない限り次のステップいけないんですよね。で IBM でできて、なんで例えばこう日本の大手の企業できないのっていう話だと思うんですよ結局。いやだからそこをそのブレイクスルーしない限り、やっぱり企業の方がね、すごい優秀なエンジニアがそのコミュニティとコラボレートできないっていう、そういうバリアを自ら作ってるわけですよね、ある意味で言うとね。それもったいないですよね。せっかくいいものを作ってもそのすごい遠くになっちゃってるから、だからそこはかなりジェネリックな問題として、問題提起はこういろんなところでやった方がいいと思うんですよ。どうなんだ、解決しない時にはどうなんですか。寄付したことになっちゃうから、あれの方が税金払われるって言うんですか。寄付ってことには、もし取り込まれちゃうと、本当に考えると、アルトーションした著作物をどっかに寄付したら、それに成果、作るのかかった費用に応じて、ちゃんと税金を納めなきゃいけないはずなんです。そういった処理って、世の中は寄付しないでも、もうこのまま落として読んで使えるわけですから、そこは何もないと思うんですけど、社員として言うわけではないんですけど、なんとなく NTT データはけしからんっていう雰囲気になっちゃう。いや別にそんなわけないから。なんだかんだ言って NTT データは最初私とハンダ2人だけで細々とですけど、
今日この日まで開発させてくれたわけですよ。でその間私が何か会社に対して貢献したかっていうと、皆さん多分トモヨリナックス結構有名じゃないかって思うかもしれない。社内では全然そんなことないんですね。でそういうのを作ってる会社ではないし、カーネルを扱ってる会社でもないんですよ。なんでここでやってるんだ、なんでダイワハウスなんだっていうぐらいの感じだと思うんですただそれをずっと何だかんだ認めてくれて、それが認知度が上がってきたと。でそれ一応そこまでの投資をしてくれて、ただそこからも無制限にどこまでも突っ込んでやるのが当たり前だっていうのは、それはやはり変だと思うんですよ。なので私の悩みとしては、もっととにかく使われたいし、会社に対してもそれを維持できるような何らかのやっぱりリターンっていうのは必要なんじゃないかなというふうに思ってます。でそれを実現しながらその中でメインラインに入れるっていうのは、正直言って逃げてたところはあるんですね。どう考えても大変だしっていうのは。ただそうすることによって本当に使われたり、 NTT データにも何かフィードバックがあるんだとしたら、そこを行かないといけないかなというのがまさに今の時点の状況ですね。ただここまで来ちゃったらもう本当に行くしかないっていうやっぱりね、なんていうのかな、コアの部分まで作られてさらに価値を上げるためにはもうバザールモデルに行くしかないと思ってるんですよ、ね、で自作っていうか自社内だけでやってるとある種の限界があるから、そうするとバザールモデルに行くためにはやっぱりそのさっきみたいなそのある種の、社会的な壁というか、組織の壁みたいなのがあって、そこは、どうにかしてなんかこううまくやる方法ないのかなっていうのは、なんかハックがあるんですよね、そこにはね。そうですね、ちなみに NTT データさんの中に社内ベンチャー制度とかそういうのはないんですか？あ、それはあります。でそちらを利用してそのトモヨリナックスをその中心にやるサポート会社とかそのいうものを立ち上げて、すぐ黒にすることは難しいと思うんですけど、そういうような形で売って出るというのも一つの手かなとは思うんですが、よくこういうセキュリティのものっていうのは非常に説明が難しいの で特に間違った解釈をする方があまりにも多いので、変なことを言えないっていうのはよくわかるんですけど、それを超えていかないと、例えば、有名なところ そのセキュア OS のが、頑張ってこう作ってきたそのポジションっていうのをですね、脅かすのは難しいと思うんですね。SE Linux は NSA という強力なですね、後ろ盾がいるわけで、トモヨはですね、NTT データという強力な後ろ盾があるんですっていうぐらいの形にこう持っていけるぐらいのこうドラスティックなチェンジをですね、なんかできるといいなと勝手に思ってるんですけど、申し訳ないです。多分社内でやっぱりもう少し知られないと何をやるにしても厳しいかなっていうところはあるんで、そこも頑張りたいと思います。NTT データさんのステータスを上げるのには多分十分に役に立つ素材だと思うんですけど、それを我々という言い方はおかしいですけど、なんかコミュニティで協力できるものがあれば、そうですね、協力していければいいと思います。そうですね、皆さんがやっぱり使っていただくこと、その良さを分かっていただくことっていうのはお願いしたいことですね。そこのフィードバックみたいな話、要望とか、だから自分たちの思いつきでやるのはちょっとなかなかゴーでないかもしれないんですけど、組み込み系を含め実際データセンターで使いたい、その時こういう、そういうのがあったらどんどんそれは認めてもらって進めていこうというふうに思ってます。ただそこでやっぱり会社員としての何らかの形で NTT データにも成り立つような形はしたいですね。でそういうのが、はい、ごめんなさいね、なんですけど、お兄さんって言い方がこの組に通じるか分かりませんが、どういう感じですか？は要するに、職職の例えば上司とか臨時権を持っている人とか、そういう人がどう扱っているかによると思うんですよ、そういう人がぜひやれっていうのとか、あるいは予算を取るとか、なんかすげえな、どのさその価値とか評価とかっていうのがなかなかちょっと分かってない、分かりにくいかなっていうところ。つまり英体が本当、英体って言い方はおかしいです書いてる人がそこまで必ずしも説明する必要があって、それをその一歩上の人というか、そういう人たちが説明できればいい話なんです。だから全部自分でやって
値を理解しているんだけど、ネクタイを締めている人の言葉に翻訳できる人がいるかいないかっていうところなんですよね。でその人はお金を持ってきたり、あるいは社内のリソースを引っ張ってきたり、あるいはなんかマーケティング活動をしたり、なんか社外からその圧力をかけさせたりという、そういうハッカーなんですよ。だそこは、別にトモエリラックスに限らず、その日本の企業の中には絶対必要なんだけど、あまりノウハウが集積されてないからこそ、こういうワイラグでガシガシその、組織ハッカーをユナイトするっていうのはあるかもしれないですね。だからパッチ作るのは、ね、多分簡単って言うと語弊あるんだけど、多分そこまではいくんだけど、それをバザールにしたり、その会社の壁を乗り越えたりっていうところが、その次のステップで難しいところかな。まあ、実際にはオープンソースにするところっていうのはやっぱりなかなかすんなりはいかないところだと思います。トモエリナックスも少なからぬ時間はかかってます。でそれは乗り越えたんで、その次ですね。やっぱメインストリームにアプローチしてるっていう実績というか、それが大事だと思うんですよ。そうですね。そういう意味ではその4月の会議に出すっていうのは、それは私が言い出したっていう話かは、そこに出してみろっていうことなので、まあオタワまでそれが伸びるかわからないですけど、少なくともそれにチャレンジしろと、会社としてもそういう意向を示してくれているので、そこをまずそこから始めたいと思ってます。ちょっとですね、時間をしちゃってお店に迷惑かけるといけないので逃げるわけじゃないですけど、なんか励ましなんだかお叱りなんだか励ましどうもありがとうございます。